サイエンアドバイザーグリーンのグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は、うどんこ病の予防と対策についてやっていきたいと思います。うどんこ病はですね、家庭サイエンをやる人であれば、ご存知の方も多いと思いますが、重要病害の一つです。うどんこ病はですね、カビが原因の病気になります。特にですね、5月から10月にかけて多く発生します。 名前の通りですね、白い粉、カビがですね、葉につきます。創生が弱かったり、乾燥が激しいと多発します。いろいろな野菜や花に出ますが、特にですね、有名なのが、キュウリやカボチャ、ズッキーニ、メロン、スイカなどのウリカです。さらにですね、トマトなどでも出ます。今回はですね、ミニカボチャのボッチャにうどんこ病がですね、出始めましたので、 そちらの予防対策をやっていきたいと思います。うどんこ病はですね、化学農薬で抑える方法もありますし、自然農薬の場合ですね、有名なのがお酢や重曹です。で今回ですね、過去にもやってきましたが、有機石灰であるかき枯石灰を使った予防と対策になります。かき枯石灰はですね、過去にも動画配信済みですが、ニンニクのサビ病やネギの白絹病、スイカの炭素病などにも、 有効です。うどんこ病もですね、初期の段階であれば効果があると言われていますので、今回はですね、実際にやってみたいと思います。こちらはですね、かぼちゃの葉っぱになります。え見ていただいた通りですね、葉の表面に白いカビ、うどんこ病が発生しています。これはですね、まだ発病初期なんですが、これがですね、ひどくなると葉っぱがですね、全体的に真っ白になるときがあります。 葉っぱもですね、カサカサの状態になります。そこまでですね、重症化しますと、カギカラ石灰はもちろんなんですが、オスや重曹でもですね、なかなか効きませんので、その場合はですね、適用といって、病気の葉っぱはですね、もう積んだ方がいいです。今回のやり方は、そうなる前、発生する前の予防的や初期段階で有効です。こちらがですね、市販のカギカラ石灰になります。こちらをですね、上から、 パパラパラとかけていきますこのやり方はですね、予防的な意味もありますので、まだですね、うどんこ病が出てないところも巻いていきます。上からパラパラと全体的にですね、かけていきます。 石灰防除と言うんですが、石灰全般にですね、効果があるんですが、特にですね、カイカル石灰がおすすめです。小石灰や黒石灰の場合ですね、アルカリ分が強いので、直接巻くとですね、場合によっては、暑い夏などでは、早消してしまうことがあります。ですので、使い方としてはですね、上詰み液を使った方がいいと思います。一方ですね、カイカル石灰の場合は、そこまでアルカリ分が強くありませんので、直接上からですね、 にかけても大丈夫です。おすすめはですね、雨の前後など、水滴がですね、残っている状態がいいです。もしですね、梅雨が明けて雨があまり降らない時はですね、朝を狙ったりとかですね、海から石灰をまく前にですね、軽く上路で水をやったり、逆にですね、巻いてから軽く上路で上から水をやるといいと思います。今回は、うどんこ病の予防と対策についてやってきました。 うどんこ病はですね、一般的には窒素分がですね、多すぎて軟弱に育つと出やすいとか言われていますが、経験上はですね、やはり梅雨明け後、乾燥した状態で特にですね、生育の後半、創生が弱まった時出やすいです。ですので、梅雨明け後は特に注意が必要です。生育の後半、日切れしないように、追肥も行ってください。今回のやり方はですね、 特に予防的な役割が強いので、発生する前からやるのがおすすめです。さらにはですね、病気が出た初期段階で有効です。1回で終わらせるわけではなくて、2週間に1回程度、同じように葉っぱの上から散布してみてください。 ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問、ご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。